今、未知の惑星に3人の自衛官が降り立ちます。降りながら森林に1本の道があることがわかります。それ以外の情報は今のところありません。この道の惑星で駐屯地を作り、駐屯地で宇宙船を作成し再び地球に戻る。それが彼らの任務なのです。ハドレー、ノラ、チグ、この3名が初期部隊メンバーであり、駐屯地をゼロから作っていく者たちです。まずは私が彼らに駐屯地の図面を渡します。あ、申し遅れました。ゆっくり参奏です。まるで自衛官のように自衛隊に詳しいただの民間人です。そしてこの動画をすでに30秒間見てくださったあなた、そのついでにチャンネル登録をしてください。もしそれがダメなら自衛隊への入隊はどうでしょうか？どちらか片方でも選んでくださったら幸いです。そんなことを言っていたらおおむね完成しました。内と倉庫と食堂と畑です。まずは3人にこれを作ってもらいましょう。このリムワールドというゲーム、未知の惑星に降り立ってコロニーを作りながら宇宙船で脱出を目指すゲームです。強力な敵やら様々なイベントが起こり、プレイヤーはそれに臨機応変に対応していかなければなりません。私はこのゲームを数年前に一度やったことがあるのですが、操作方法などだいぶ記憶が薄れているのと、今回は初めてのダウンロードコンテンツでイデオロギーを入れています。このダウンロードコンテンツがどんな感じで作業していくのかやりながら見ていきます。早速3人がそれぞれ作業を開始しました。3人のプロフィールを見てみます。まずはハドレイさん、生物学的な年齢は27歳、その横のカッコは暦での年齢で70歳だそうです。これはどういうことなのでしょうか？この宇宙に絶対的な時間軸である暦が存在して、ハドレイさんのいた惑星では時間の進みが遅く、絶対軸では70年経ってもそこだけ27年しか経ってないと、まあわからないのでそういうことにしておきます。幼い頃は孤児で大人になってから亡命者になりました。そんな彼は射撃や格闘、医術という戦闘に重要なもののスキル上昇が高いです。この炎マークがあるほど得意ということですね。平時には採掘を中心に活動してもらいます。27歳ということで3層くらいでしょうね。というわけでハドレイ3層にします。2人目はチグさんです。生物学的年齢は40歳、暦では105歳、そしてハドレイ3層のおばにあたる人みたいです。実際の自衛隊にも兄弟や親子で自衛官って人がいますね。親が自衛官だとその子供は官品息子って言われます。チグさんには料理と栽培のスキルを活かして駐屯地の養殖を担ってもらいます。養殖担当、40歳を考えると2層くらいでしょうか。最後はノラさんです。64歳で暦でも66歳と絶対軸と相対的な差がほとんどないところ出身なんでしょうね。幼少期はナンパ船あさり、青年期はコロニー入植者、つまりは駐屯地にずっといたんでしょう。ノラさんには知力を活かした研究を行ってもらい、駐屯地の技術力の発展に寄与してもらいます。才能には熟民の達人、サイコパス、ヨタカがあります。これは昼は寝てたくて、夜は起きてたいという自衛隊には非常に不向きな性格です。サイコパスは人の死体を見たり、臓器を摘出したり、親しい人が亡くなっても心情に影響しません。これは自衛隊には向いているのかは知りませんが、まあそういう性格ってことです。年齢は64ということですからもうすでに定年されていますね。退職時に3等陸尉になる、いわゆるエイモンさんへというやつでしょう。そんな3人で未開の地に駐屯地を作り、宇宙船で脱出を目指します。こちらのメニューで各人に役割をありふれます。得意なものを優先的にやらせてスキルを向上させていきます。こちらでは各人の寝たり起きたり働いたりする時間、立ち入り禁止ゾーンなどを設定できます。夜は起きていたいというノラさんには夜に作業をしてもらい、それ以外の人たちには自衛隊に準じて0600に起きて2300に寝てもらいます。初めて見る方のために説明すると、自衛隊では時刻を数字4桁で表現します。一般人の使う時計の13時45分からコロンを抜いて、数字を自衛隊風に読めば大丈夫です。この場合は人345です。夜になりました。未完成の A 内でチグさんとハドレイさんが寝ています。夜は起きていたいノラさんが早く完成させようと作業を続けています。さっきから言っている A 内というのは、駐屯地の中にある寮みたいなものです。ラッパで起こされ、起きたらそこが職場、むしろ寝てる時から職場、食事は3食無料で出ますが、外出するには許可が必要、それが A 内です。駐屯地が完成に近づいています。大体こんな感じです。あ、今一時停止してるので見てください。それで右下では風力発電所を作っています。自衛官なら発電所を作るくらい簡単にできます。火力発電所も作れるのですが、駐屯地に火力発電所で付近の住民から不安の声が、と言われそうなので、向こうも否定しにくい風力発電としました。そこから3時間後、駐屯地近傍に被害不明の人員が1名、どうやら付近のトントという部族の人みたいです。トントと我が駐屯地は現在中立。向こうが攻撃してこない限りは見送りましょう。人員は1名、ナイフのようなものを所持してこちらに向かってきます。非が不明というのは敵か味方かわからないという意味です。この場合スイカをして誰なのかをはっきりさせます。スイカして答えなければ捕まえたり倒していいよって書いてあります。今回はちゃんと答えたので何もしません。本当のことを言っているかは確認しないといけませんが。トントの部族の人が去った後、トラブルが発生しました。駐屯地近傍で非が不明のネズミが1匹暴走しています。ネズミを発見、こちらに向かい走ってきます。各隊員は武装し駐屯地中央に集合せよ。この徴兵ボタンを押すと作業を中断し人員を集めることができます。一般人を徴兵ならわかるのですが、自衛官を徴兵ってどういうことなんでしょうね。予想される敵の接近経路は倉庫と食堂の間。野良さんとハドレイさんは火器を持っていますが、チグさんは銃剣しか持ってないです。多分2人が倒されたらその銃を奪って前進するんだろうな。予想通り倉庫と食堂の間からネズミが来ました。さすがハドレイさん一発命中。動いてるネズミに弾当てるとか結構難しいと思うんです。ここで近接戦闘になるのでチグさんを前進させます。と思ったらハドレイさんが仕留めてくれました。仲間がネズミに近接攻撃されてて、それを撃つとか相当の自信がないと無理ですよね。もし皆さんが入隊した後に、私がネズミに襲われてても絶対に撃たないでください。多分私が撃たれます。左の食料庫兼倉庫と食堂の間に肉を解体する場所も受けました。そんな中、駐屯地の糧食担当チグさんから提案がありました。どうやら我々の派閥とコロニーの名前を付けた方がいいと。なるほどなるほど、それもそうですね。我々の派閥の名前は何でしょうね。コロニーの名前とかデフォルトで膝町とか何なんですかね。散々悩んだのですが、派閥の名前は陸上自衛隊にしました。そのままじゃないかって?よく見てください。正しくは陸上白衛隊です。そしてコロニーの名前はアズアイアス駐屯地です。名前の由来は我々の駐屯地がアズアイアスさんにあるからです。大抵の駐屯地は近傍の地名から取っています。むしろ地名以外に由来している駐屯地ってどっかあるんですかね?関係ないですが、エビの駐屯地というのが、宮崎県エビの市にあるのですが、陸自唯一のひらがなの駐屯地みたいです。まあ確かにひらがなの駐屯地って聞かないって思ってたのですが、一箇所しかなかったんですね。埼玉県の旧大宮市、現埼玉市にある大宮駐屯地も、市の合併の時に埼玉駐屯地とかにすればよかったのに、ちょっと弱そうに見えますが、今の食堂は壁だけあって下が土のままです。フローリング張ってる余裕はまだないので、とりあえずテーブルと椅子だけ用意します。広めのテーブルですが、椅子は仲良く横並びに3つ用意します。団結の強化というものは自衛隊にとって重要なものですからね。肉を加工したり調理する場所を作ったのですが、一向に作業が行われません。あ、なんだこの加工ってボタン。ああなるほど、ここで指定しないといけないのか。命令なくても加工くらいやってくれよな。まあそれで勝手なことしたら、何勝手にやってんだよって怒るんですけどね。糧食担当のチグさんが早速ネズミを肉にしています。その肉は食堂で調理され駐屯地の各隊員に配られます。作物ができるまではその辺の動物を飼って食いつながなければ、敵襲。駐屯地南方にナイフで武装した敵兵1名、立ち止まりこちらの様子を伺っています。各隊員は武装し南側に集合せよ。全員を南側に行かせたゆっくり山荘は、これが陽動だったらどうするんだと後で怒られたのでした。全軍突撃と退却のシンプルな命令しか出せません。配置につきました。幸い相手は火器を持っていないので、射程の長いハドレイさんにやってもらいましょう。もはやこれは一方的な勝負ですね。命中。外れ。多分外れ。いややっぱ命中。強い痛みでショック状態になっています。とりあえず武装解除して終了しましょう。いやそこまで解除する命令は出してないぞ。これはジュネーブ条約違反だ。まず武器を取らないと自衛官としてダメでしょ。今慌てて何をしているかっていうと、捕虜収容所を作っています。壁に囲まれた捕虜専用のベッドがないと、倒した相手を収容できません。収容できなければ治療もできないので、このままだと彼女は死亡してしまいます。果たしてゆっくり山荘たちは無事に捕虜を収容することができるのでしょうか。間に合いませんでした。左目同右腕胸骨右上腕を銃で撃たれて、致死量の出血があります。次の襲撃者は助けるぞ。別れがあれば出会いもあります。入隊希望者が駐屯地にやってきました。カフエラと名乗り、なんとチグさんの恋人だそうです。チグさんからすれば甥のハドレイさんと、恋人のカフエラさんと同じ駐屯地ですね。年齢は39歳。チグさんの一つ下です。射撃と知力が得意なので、平時は昼に寝てる野良さんに代わり研究を、有時はハドレイさんと共に射撃で力を発揮してもらいます。ゆっくり山荘の粋な計らいでチグさんとカフエラさんは同じ部屋にすることにしました。そもそも A 外に住んでてもいいような階級と年齢ですしね、壁を作って差し上げます。駐屯地にふさわしくないことがあればすぐに壁を壊します。当然ですね。そういえば襲撃者を忘れてました。死亡し腐敗が少しずつ進んでいます。この頭蓋骨を抜き取るってなんだ？わからないからやってみましょう。そしてチグさんがやってきました。てっきりサイコパスの野良さんが来るものと思ってましたが、通常の人間なら頭蓋骨抜き取るとか正気ではいられないと思うんです。ああ、そっちの方を持っていくんですね。野良さんは夜も寝ずに食堂を整備し、なぜかカフエラさんは恋人のチグさんの部屋でなく囚人用のベッドにいます。そして食堂に各種加工台を作りました。石材を加工して建物の材料にしたり、彫刻を作って部屋の雰囲気を上げたりします。そんなこんなで今後どのような困難が待ち受けているかはわかりませんが、駐屯地を発展させあらゆる困難を乗り越え、宇宙船を作って必ず地球に帰ります。今回もご覧の4名でやっていきます。全員陸層以上なのにひどい部屋なので、せめて個室を用意してあげることにしました。しかもパーテーションなしの完全個室です。完全個室って聞くと私はいつも疑ってしまいます。居酒屋とかでは、どうせドア閉まらないんじゃないですか？壁あっても上開いてるんじゃないですか？と思ってしまうのです。国はそろそろ居酒屋などにおける完全個室の定義を法律で決めるべきですね。それか店側も図面レベルで店の間取りをネットに載せておいてくれたらいいのに。そんなことはどうでもよくて、ついにアズアイアス駐屯地にも祭壇が設けられました。これがダウンロードコンテンツのイデオロギーにおける重要な役割なんじゃないかと思います。なんじゃないかと思いますっていうのは、私は基本調べずにやってるからわからないのです。もちろんある程度言ったらもっと効率のいい方法とか調べたりしますが、最初から調べてそれ通りにプレイしたら、もはやただの作業になってしまうと思うのです。あ、敵襲です。ドローンを飛ばして偵察します。はい、こちらがドローンからの映像です。棍棒を持ったモヒカンのやつが攻めてきました。なんという世紀末感。至急隊員を向かわせます。敵は一人で近接武器なので、こちらは射撃が得意なハドレイさんとカフエラさんの二人を招集しました。敵が来た時は徴兵をして対応するのですが、前回、すでに自衛官なのに徴兵ってなんだって話してたらコメントで、非常故障じゃないですか？とありました。ああなるほどと思いました。他にも合配備とかありましたが、リアルすぎて嫌な記憶が蘇るので不採用でございます。敵が攻めてこないので痺れを切らしこちらから向かいます。ライフルを持ったハドレイさんは後方で支援、拳銃のカフエラさんは前方で引き撃ち、相手全裸でヘッドショットされてるのに歩いてくるとか世紀末はとんでもないですね。めちゃくちゃ当ててるのに前進してくる恐怖。これは敵兵ながら敬意を示す必要があります。なんとか倒せました。この勇敢な戦士は治療士我が駐屯地に迎え入れます。すでに収容施設は作ってあります。頭部や肺などを撃たれてあと1時間で死亡します。生命維持に重要そうなところやられてるのに、随分余裕あるんじゃねとさえ思ってしまいました。さすが世紀末戦士、とはいえ死は目前に近づいています。医術が駐屯地で一番高い医師のハドレイさんが治療に当たります。あと数秒なので急いでください。助けられませんでした。それもそのはず、彼の医師免許は巨大生物の背中で移動駐屯地指令にもらったのです。こちらが以前の彼の職場、彼は中毒に特化した医師で、人が足りないからとりあえずで集められた医師でした。こんな外傷なんて見たことないそうです。この駐屯地で経験を積みましょう。駐屯地の畑でジャガイモが収穫できるようになりました。これで当面は食料には困らなそうです。ただ、今あるのが米とジャガイモだけなので、食事のグレードとしては低いです。食事のグレードが低いと隊員の心情が下がってしまうのでタンパク質も確保しなければいけませんね。そんな中、タンパク質を確保しようとする人が一人、カフエラさんは心情的理由で妖怪上人肉を食べてないと不幸になるそうです。最後に食べたのは6日前、ちょうど勇敢な戦士の肉があるので食べてもらいましょう。ちゃんとテーブルで食べるんですね。まあ人肉食べるのが彼の心情なら仕方ないでしょう。今の時代コンプラと、人の心情にとやかく言うのもダメですからね。現在の我が駐屯地の問題は電力です。風力一択なので、風が吹けば快適に過ごせて、風が吹かなければ冷蔵庫が壊れて食料が腐ります。なのでバッテリーをつけて風が吹いてる時に充電できるようにしておきます。バッテリーは屋内に置いた方がいいのですが、そんなの置ける場所もないので、この壊れた建物を修理して使うことにしました。採掘作業中のハドレイさんが倒れました。すぐに野良さんが助けてベッドに運びます。格闘やってる筋肉質な27歳男性を、64歳の野良さんが軽々運んでいます。そんな野良さんは駐屯地に奴隷がいないことを不満に思っています。我々は完全な軍人という信条があり、その信条によって陸士を求めているのです。このマークが完全な軍人によって上下する項目ですね。それにしても完全な軍人って自衛隊から最も遠い言葉ですね。そんで駐屯地に迷い込んだカモがいるようです。ああ、これは駐屯地に入隊希望者が来たってことではなく、生物のカモが迷い込んだってことです。万が一でも自衛隊入りたいっていう人が駐屯地に来たら、それはいいカモですね。後でこのカモたちの営内を作りましょう。隊員たちの心情が下がっているのが問題になっています。なので営内を少しでも豪華にしようと消灯台やらタンスを置きます。ゲームシステム的にはこれでいいのですが、実際の駐屯地もこんなんだから困る。隊員のために〇〇を用意しましたとかで、誰が喜ぶんだって突っ込みたくなるものが多いですね。待遇良くするなら時間か金をあげておけばいいんだよ。あ、偉い人見ていたらお願いします。完成した祭壇で儀式が行われようとしています。まずはこの駐屯地のリーダーを割り当てる儀式です。まあリーダーはハドレイさんですね。若手の優秀な隊員です。なんか始まりましたね。そういえば自衛隊でも部隊長が着任する時とかこんなオーラが出ていた気がします。この方の一声で我々なんて蹴散らされるんだ。一体どんな奴なんだろう。幹部は幹部で大変なのでしょうが、創始もまた違った大変さがありますね。営内の陸士とか一瞬で外出禁止にできますしね。無事に儀式が成功しました。これでハドレイさんが正式なリーダーです。まあだから何なんだっていうのはわかりません。なぜなら調べてないからです。これから探っていきます。空から人が落ちてきてとりあえず隊員にしました。あれ、なんで囚人って撃つと隊員になるんだろって思ったのですが、前世の記憶が残っていました。あ、治療にまたも失敗しました。このベッドに入って助かった人は今のところいません。あと一瞬映りましたが、生物のカモの営内ができました。また駐屯地にカモ、じゃなくて入隊希望者が来ました。ショーティーさん26歳、射撃と格闘と射光が得意です。射撃と格闘はともかく、射光が得意なのは自衛隊にぴったりですね。射撃と格闘の方が大事だろって？そりゃまあ有事はそうかもしれませんが、平時は射光が最強です。そんなこと言ってたら2カ所同時に攻撃されてます。射光とかどうでもいいから射撃と格闘できるやつ招集。なんかハドレイさんに選択できるものが増えてますね。この戦闘式っていうのを使うと、周りにバフをかけられるみたいです。ああ、確かに自衛隊でも小隊長とかこういうバフエリアみたいの出てるわ。配置につきました。今回は建物を利用して戦います。今までの敵は棍棒とか弓みたいな武装でしたが、だんだん火器を持ってくるようになりました。そろそろちゃんとした防御陣地みたいのが欲しいですね。さすがリーダー、無傷で勝利しました。このケビンさんを捕らえます。今度こそ助けるぞ。そして同時に来たもう一人も倒し、捕らえることに成功しました。一気に自衛官候補生が二人も手に入りました。そしてハドレイさんも外傷に関する知識を独学で学び治療に当たっています。なんと治療に成功しました。駐屯地初の快挙です。ですがケビンさんは数日後、この時助かってしまったことを後悔するのでした。なんだ？ああ、駐屯地北側でペットの犬がパンサーに襲われています。間に合いませんでした。一回も紹介することなく、初紹介が死亡という悲しい事件が起きました。実は駐屯地設立の時から一緒に犬がいたのです。パンサー許すまじ。ハドレイさんが仇を取ります。あ、なんかやばい気がする。全力で撃て。ダメだ。撤退。支援要請。ハドレイさんここで戦闘不能。戦力蓄次投入開始。カフエラさん戦闘不能。野良さん熱中症でダウン。戦えるのチグさんだけ。駐屯地の命運をかけた射撃。なんとか倒せました。至急皆を助けます。やっと全員をベッドに連れて行ったと思ったその時、チグさんも倒れてしまいました。原因は熱中症。なんとこの時外気温が40度近くあったのです。駐屯地司令であるゆっくり山荘は、空から見ていたので全く気がつきませんでした。そんでどこからともなく、黒いマスクをつけたジョゼという隊員が現れました。多分全員が倒れた時のお助けキャラ的な感じなんでしょう。ショーティーさんは熱中症により死亡しました。今まで死んだ人は放置したり頭蓋骨を取ったりしていましたが、今回は丁重に葬る必要があります。ジョゼさんのおかげで駐屯地は元に戻りました。しかしショーティーさんだけは帰らぬ人となりました。リーダーのハドレーさん自ら埋葬します。そういえば編集してて気がついたのですが、犬の死体を忘れてました。多分もう間に合わない形状になっているでしょう。間に合っていないのは電力も同じです。未だにバッテリーは設置できず、夜は風が吹いてる時だけ明るいです。バッテリーは雨をしのげればいいので、片側だけに屋根をつけてとりあえず設置しちゃいましょう。そして翌日、ついに待望のバッテリーが完成しました。これによって駐屯地の電力は安定し、夜も明るくなることでしょう。うちのような弱小駐屯地にトレーダーがわざわざ来てくださいました。これは何かを交換しなければ失礼でしょう。早速取引を持ちかけます。なんだ？カフエラさんがチグさんにプロポーズをしました。そしてチグさんはそれを断りました。こちらが落ち込むカフエラさんです。チグさんに拒否されたことによりマイナス18の心情ポイントがついています。あ、トレーダーと取引ができるようになりました。わざわざ来てもらったのでカモを差し上げ、代わりにコンポーネントをもらいました。お金があればテレビが欲しかったのですがまた今度ですね。それから数日後、駐屯地は霧が立ち込めています。そんな中またも無謀なことをする男が一人。カフエラさんがまたもプロポーズをして断られました。チグさんは料理中、カフエラさんは自分だけ食事をしようとしたタイミングでプロポーズをしています。カフエラさんはプロポーズの仕方に問題があったと考えるでしょう。いや確かにそうですが、そこも含めて今までの蓄積された何かがあったのでしょう。そしてこちらでは駐屯地で初めて治療に成功したケビンさんを、チグさんが奴隷にしようとしています。おお、成功しました。囚人には石があって、これを少しずつ削ってゼロにすると陸地にできます。またも襲撃者です。こちらは全員が火器を装備できるようになり、1対5の銃撃戦です。当然勝ったのは我々、彼も捕まえて自衛官候補生にします。襲撃者などは捕らえると自衛官候補生にできます。収容してから先ほどの石を減らし、陸地にするわけです。ね、簡単でしょ？レパードさんを自衛官候補生にし、今ケビンさんを陸士にする契約を結びます。ついに我が駐屯地初の陸士が生まれました。なるほど、自衛官候補生から陸士になると寝る場所も変わるのか。まあそれはそうですね。陸士にふさわしい部屋を用意しましょう。いつもの間取り、お願いします。はい、できました。7人部屋です。2段ベッドじゃないだけマシですね。4人だった駐屯地に救世主のジョゼさんと、陸士のケビンが加わり、駐屯地が徐々に大きくなっています。カモたちも収容し、今後は陸士をたくさん採用して強固な駐屯地を作ります。駐屯地の建物の周りに土のうを設置します。なんか効率的な防衛方法とかあった気がしますが、まずはロマン優先でいきます。敵はマップの外周の全方位から来るので、この方向から来た時はこの陣地に行くと決めておいた方がいいですね。自然の岩が多めにあれば防衛もしやすいのですが、開けた場所が多く戦力集中が難しいです。あ、忘れてました。ゆっくり山荘です。4月になり皆様入学やら入社、入隊おめでとうございます。新しく入学、入社した方は期待と不安が入り混じる緊張感。新しく入隊した方は不安と絶望落胆恐怖の剣を後悔を感じていることでしょう。夜になり陸士部屋が完成しました。8人部屋にせず1つだけ空間を空けてタンスを置いてあげる優しさ。この1つのタンスを7人で仲良く使うように。とはいえ陸士は現在ケビンだけ。まさに陸士長というわけですね。駐屯地内で隊員が無許可で発砲しています。どうやらカフエラさんがチグさんにプロポーズを拒否されて暴れているようです。プロポーズ拒否されて銃乱射するとか、結婚しなくて正解だったと思います。直ちに付近の隊員は事態の収拾を図れ、ハドレーさんが何とかしてくれました。ハドレーさんからすればおばの恋人が暴れてて逮捕しなければいけないとか複雑ですね。残念ながらカフエラさんは自衛官候補生と同じ部屋に収容することとなりました。そしてこれを機にカモが脱作しています。たとえ動物でも自衛隊において脱作は許されない。特殊な技術で全員連れ戻します。陸士への抑圧という項目があります。普段からある程度の抑圧を与えていないと、反乱の危険度が高まるようです。服従してるっぽいポーズをとってますね。陸士には定期的に抑圧をかけていく必要がありそうです。まるで自衛隊と同じシステムじゃないですか。土のうを作ってから初めての敵襲です。北東方角からお越しになっているのですが、北東担当の土のうは半分しかできていません。ナイフしか持ってない敵に土のうで防衛とか自衛官のやることじゃない。待ちきれないので迎撃に行きますね。これ外しているように見えるじゃないですか。まずは威嚇射撃からやってるんです。走ってきた。あーやべえやべえ。頭狙え。はい、ナイス。威嚇射撃なんてしてたらこっちがやられますからね。夜になり、昼夜逆転してる野良さん以外は寝静まった頃。火災発生、付近の隊員は初期消火、駐屯地消防隊は出動せよ。あ、でもうちの駐屯地は消防車ないから初期消火オンリーで行きます。消火器も水もないので砂で消火します。今回の火災の原因は配線がショートしたみたいです。これあと少しずれて木造の営内が燃えてたら大惨事でしたね。資材が集まってきたら少しずつ石材に置き換える必要がありそうです。食堂の床が未だに土なのでそろそろちゃんとした床を作ります。木材が余っているのですが、先ほどの火災を考えて砂岩タイルの床にします。石材加工は陸地のケビンが無限にやってくれます。演習とかやってて地面が土の利点は掃除しなくてもいいことです。水こぼしても一瞬で吸収されるし、ご飯とか落としちゃっても虫さんたちが集まって掃除してくれますしね。その夜、野良さんが自衛官候補生の部屋に来ています。自衛官候補生のレパードさんが陸士に昇進しました。おめでとう。これから一生陸士として働くのだ。レパードは料理と格闘が得意です。現在チグさんが栽培と料理で手いっぱいなので、レパードに料理を担当させ、チグさんは栽培に注力してもらいます。才能にマゾヒストがあります。格闘が得意でマゾヒスト。これは自衛官としての才能がありますね。またもトレーダーの方々がいらっしゃいました。早速取引を持ちかけてみます。各種武器を取り扱っているようです。これはどう見ても飽和工業ですね。飽和工業は日本唯一の小銃を作ってる会社です。64も89も20も全部飽和工業が作っています。紹介するために飽和工業のサイトを見たら、飽和工業とビレッジヴァンガードがコラボしていました。もう受注期間は終わっていたのですが、T シャツやらタオルやらマスクやらがあって、自衛官必見のアイテムと言えるでしょう。ゲームの方に話を戻しますが、せっかくなので軍用ライフルを購入します。購入しました。とりあえずハドレイさんが装備します。後々は駐屯地でも銃を生産できるようにしたいです。食堂では謎の儀式が行われています。なんかこんなやつディズニーシーのタワーオブテラーにいた気がします。呪いの偶像みたいのが突然消えるのですが、あれどうやって消えてるんでしょうね。自衛官が寄ってたかって監視してても誰もわからないので相当な強敵と言えるでしょうね。ちょっと前に自衛官候補生にしたハンクスさんですが、揺るぎなき忠誠心という陸士にできない特性を持っています。活かしておいてもリソースを割くだけなので、自由の身にしてあげましょう。これ公開処刑とかできるのか、こっちの方が良さそうだな。野良さん、一旦処刑ストップでお願いします。待って。さすがサイコパスの野良さん、確実に聞こえないふりをしましたね。ですがハンクスさんは自衛官候補生から民間人になりました。外の世界でも元気にやっていくことでしょう。防御陣地は資材不足で全然進んでいません。なのであまりに余っている木材を使って、トラップを作ります。駐屯地南西方向から来る敵を想定して、この辺にスパイクトラップを敷設します。感覚とかよくわからんけど多分こんな感じだ。とりあえずこの辺で折り返しておいて、はい、皆さんあとはよろしくお願いします。現地で資材を切り倒し、トラップを作っていきます。ちなみに我が国は対人地雷禁止条約を批准しているため、これらのトラップは全部遠隔で手動で起動されるものです。数日ぶり3回目のカフエラさんのプロポーズが始まりました。おや、なんとチグさんはカフエラさんのプロポーズを受け入れました。なんとおめでたいことでしょう。これは駐屯地を挙げてお祝いをしなければ、結婚式の場所を探しているようです。KKR ホテルを手配しましょう。KKR とは国家公務員共済組合連合会の略で、防衛省をはじめいろんな官公庁が参加しており、様々な福利厚生を受けることができます。定期的に冊子が全部隊員に配られますが、あまり活用はされてない気がします。私の偏見です。そろそろ駐屯地の外に遠征に行きたいので、蛍光養殖の研究をします。今一瞬映ったところは病院やら生産施設を入れた会社にします。そして今見てるところは KKR ホテルです。ここでチグさん、カフエラさんの結婚式を行う予定です。建てたい建物が多すぎて労働力が足りませんね。現在陸士はケビン、レパードの2名だけ、さらなる陸士獲得のため募集活動を行います。ちょうど駐屯地を見学している民間人がいるので、自衛隊に興味がないか聞いてみましょう。全隊員は武装し集合せよ。民間人4名が駐屯地を北から南へ移動中、合図とともに募集活動を開始せよ。引きつけて。撃て。自衛隊の魅力を伝える隊員の声が、まるで弾丸のように民間人に突き刺さります。相手は4人ですが、訓練された自衛官により一瞬で戦闘不能となりました。倒れている人は自衛官候補生です。おめでとう。隊員の皆さんは丁重にご案内するように。駐屯地付近で猿が暴走しています。速やかに現場に急行せよ。暴走とともにスパイクトラップに引っかかりました。駐屯地の防衛システムが優秀すぎる。その後は敵襲があったり、新たな陸士を確保したり、同じ日に2人目の陸士を確保したり、ついには全自衛官候補生を陸士にしました。これで陸士が5人、陸曹以上が5人という編成になりました。人的資材もさることながら、火器の製造もできるようになりました。拳銃やライフル、弾幕やら手榴弾まで作れます。まずは無難にライフルを作っておきましょう。もし自衛隊が各駐屯地で独自に銃を勝手に作ってたらとんでもないことになりそうですね。もしそうなったら重いの持って歩くの大変なんで私は拳銃だけあればいいです。ちゃんとした装備は下々のものが持ってればいいんじゃないかな。もう銃なんて持ちたくないよって方におすすめなのがタレットです。設置しておくだけで自動で敵を撃ってくれます。スチールが全然足りないのでとりあえずは北側に1個だけ設置しておきます。タレットの増産と防壁やらトラップで防衛システムをさらに強固にしていきたいところ。なんて言ったって今のところ土嚢の内側で待機して、全員集まったら突撃って戦法しかないですからね。KKR ホテルが場所だけ完成しました。何回もプロポーズして振られて大暴れした後に結婚できたカフエラさんのために結婚式場を作ります。装飾品もないので敵襲でお越しになった方の頭でも飾っておきます。完成しました。あとは2人が式を開くのを待つだけですね。現実の結婚式をするときに自衛官だけが借りられる衣装があります。金ピカの装飾やらサーベルやらを装備することができます。こんなかっこいいのを結婚式に着られるなんていいですよね。そう思ったあなたは最寄りの地方協力本部へどうぞ。自衛隊は火事に対して厳しいというのは私の動画を見てくれてる人は周知のことと思います。それはなんでかというと、こんな小さな火事でも、こんなことになってしまうからです。やばい、食料倉庫と食堂は木造です。この火があと数マス北に行くと駐屯地は全滅です。絶対に消し止めよ。なんとか消し止められそうです。雨が降ってるように見えますが、これはヘリコプターから水を撒いてます。ヘリコプターにめっちゃでかいバケツみたいのをぶら下げられるので、山火事などが起こった時にそれで消しているそうです。火事も消えて食堂の北東に隊舎ができました。今まで食堂を間借りして製造を行っていましたが、今後はこの隊舎で行うようにします。隊舎南側は駐屯地の医務室です。4床体制で隊員の治療を行います。4床って少ないだろって、この駐屯地10人しかいないんです。陸自が14万人隊員がいるので、陸自だけで5万6000床保有しているようなものです。中央部分は各種製造と倉庫です。北側のスペースはそのうち駐屯地でお酒を作ろうと思ってます。駐屯地内で許可なく飲酒は禁止されていますが、まさか酒造するなんて思ってないだろうな。そこから数日、新隊舎が整備されてきました。さらに駐屯地で像を買うことにしました。突撃時に戦車がいればもはや負けなしくらいの安心感がありますが、それには劣る者の像も一緒に突撃となれば、味方の士気も上がるでしょう。さらには敵も像が突撃してくるという想定の範囲外の攻撃にパニックになることは間違いなし。だって私ですら像と戦う訓練は受けてませんからね。そんなことを話していたら陸士が脱作しています。いや、策はないから脱作じゃないのか？どっちでもいいからすぐに捕まえましょう。全国の陸士の皆さん、脱作すればこのように武装した上官がやってきて撃たれる可能性があります。ありません。絶対に脱作させない上官と、銃で撃たれてるのに脱作したい陸士、抵抗虚しく逮捕されました。そしてこっちは闇に紛れて脱作しようという先ほどの陸士より若干頭のいい陸士、頭がいいがゆえに銃を持った上官が来て無抵抗で逮捕されました。早速医務室が大忙しです。少しずつ設備が整い、陸士も5人となりました。ますます施設を拡充していき、陸士を集め、宇宙船建設を目指していきます。前回脱作しようとした奴が死にそうになっています。脱作した奴には死を与えて見せしめにするべきか。いやいや、そんなことしたら入隊すれば死というイメージから入隊希望者が減るかもしれない。ここはとりあえず生かしておいて世間には知らせず、部隊内だけで解決する方が良いだろう。というわけで緊急看護開始です。よかったな、世間の目がなかったら死んでたぞ。あ、どうも、ゆっくり参奏です。自衛隊では脱作しても死ぬことはないです。皆様安心してご入隊ください。今何をしているかっていうと、前回のコメントで、駐屯地一周壁で囲えば、空いた一箇所から入ってくるので防衛が楽、というものがあって壁を作ってるところです。相当量のリソースを使って建築することになるので、失敗は許されません。ですが私はだいぶ気が楽なのです。なぜなら失敗してもそれはコメントをくれた視聴者のせいだからです。自衛隊においては責任の所在がどこにあるか、常に意識しておかなければならない部分です。今回は失敗しても、いやー視聴者のコメント通りにやったんですけどねー、と言えるわけです。上官も外部からの意見に対して強くは言えないですからね。今回は駐屯地外に演習に行きたいと思います。演習っていうのはつまりキャンプのことです。あ、新しいカモが来ました。陸自は定期的に駐屯地外にキャンプに出かけています。職場のみんなでほぼ強制参加のキャンプ、大変アットホームな職場と言えます。しかもそれが全額公費で賄われているのです。自衛隊許せませんね。翌日の駐屯地は暴風に見舞われ、駐屯地内に雷が多数落ちています。複数箇所で火災が発生した隊員が消火に当たっています。そんな緊急事態にのんきに結婚式を挙げるカップルが一組、何度もプロポーズを断られ銃で暴れたカフエラさん、もはや誰もそれに触れられず、仕方がないので陸士に消火を任せ、陸曹以上は参列することになりました。野良さんは昼なので寝ています。お二人の幸せを祈っています。そして結婚式に乗じて脱作しようとする隊員がいます。結婚式中止、すぐに捕まえろ。真っ先に来たのは野良さんでした。昼は寝ていたいから結婚式には参列しない。でも陸士が逃げたとなれば話は別。任務最優先の自衛官の鑑です。相次ぐ脱作に頭を悩ませている中、野良さんは思いつきました。陸士部屋に牢屋を置いてその中に死体を入れようと、常人では思いつかないサイコパス的発想です。逃げたら次にこの牢屋に入るのは自分だと思えば逃げる気もなくなるでしょう。それとは別に功績のあるものはいい部屋にするべきでは？という意見も出ています。まさにその通り、心象出罰を徹底することは重要です。個室とまではいかなくても、下のタコ部屋から二人部屋に移動できる陸士を考えます。一人目はレパードですね。目立った問題を起こさずに、駐屯地の要職を一人で担っています。二人目は悩みましたがケビンです。さっき脱作したじゃないかって思うかもしれませんが、むしろレパード以外全員脱作しているのです。となると駐屯地防衛のために永遠に石を加工し続けるケビンの功績を評価することにしました。早いもので駐屯地設立から1年が経ちました。KKR ホテルではパーティーが開催されています。当初3人だった隊員も10人に増えました。上には9人しか表示されていませんが、今1人自衛官候補生部屋なのです。次の1年もますますの発展をしていきます。早速移動者が来ました。よく考えれば自衛官候補生を経て陸士になるのは入隊で、それ以外の場合は他の駐屯地からの移動と考えるのが妥当でしょう。19歳女性のパオラさん、19歳だけど陸士ではない、となると一般的な入隊方法ではないはず。防衛大学とかだと学生の間は自衛官ではない。航空学生でも19歳はまだ空視や開始、となると高等工科学校の卒業生か、いやでも男子校だったはず、と思ったけどそのうち共学になるって言ってたし、この世界線ではすでにそうなのかもしれない。そしてパオラさんが着隊して真っ先に行ったのはカカーを陸士にすること。成功しました。これは有望な人材を手に入れたかもしれません。そんなカカーが入る陸士部屋を見てみましょう。おお、牢屋が完成していますね。ロールボっていう人の体が入っていますが、誰だったか覚えていません。もはや何人倒したか、ましてや名前なんていちいち覚えてられないです。これで陸士たちも恐怖に怯えて脱作しなくなるでしょう。部屋が足りなくなったので家内を増築し、ついに演習へ出発します。この水色が我がアズアイアス駐屯地。付近には他の勢力の駐屯地が点在しています。そしてまるで囲まれてないのが演習場です。今回はこの近隣の演習場に向かうことにします。演習参加者はハドレイさん、カフエラさんと新人のパオラさんです。荷物運び要員としてゾウを2頭連れて行きます。人間1人がだいたい 30kg の荷物を運搬できるようです。装備を除いた荷物としての重量が 30kg とすれば自衛官標準くらいなのでしょうか。ゾウは1頭あたり 140kg を運搬。ゾウをもっと増やせば大量の資源を持ち帰れますね。食料や医薬品も持っていきます。食料は冷蔵保存できないので日持ちするものが必要です。早速演習に向けて資材を積み込みます。演習の準備ほどテンションの下がるものはないですよね。100時間以上連続で働いてるのに休みとか給料とか変わらないっておかしくないですか？1日の労働を8時間とすれば、1週間演習したら2週間休みとかにしないとおかしいと思うんです。とか言ってたら準備が整ったので出発です。ちなみにこれを上の人に言ってみたら、おかしいのはお前だって言われました。ダメだこいつ、完全に自衛隊に洗脳されている。黄色い丸が演習場に向けて進んでいます。車両もないので興奮していると思うと、とても他人事とは思えません。そして演習場に着きました。行軍の嫌なところは行軍自体はただの移動手段というところ。イメージしやすくするなら満員電車でしょうか？辛い思いして会社に着いても、ただの移動手段であって労働はまだ始まってもない。あ、パンパン撃ってたら敵に気づかれました。仕方ない、突撃。ハドレイさんバフエリア展開。敵は建物の裏、カフエラさんとパオラさんは左右に回り込んで、パオラさんナイス、残るは1人、左右から攻撃します。敵2名を倒しました。こちらの損害はゼロ、完全勝利と言えます。早速戦利品をもらって撤退しましょう。って思ったらまだタレットが残っておりカフエラさんが攻撃されています。自分でなんとかしといて、見かねたパオラさんも加勢します。なんか嫌な予感がする。あ、撤退。演習中にタレットが爆発する事故が発生しました。やばい、このままでは2人とも死んでしまう。ベッドがないので治療ができません。ここに野戦病院を作ります。カフエラさんあと2時間、パオラさんあと5時間で死亡と推定。あと2時間で死ぬ39歳男性とあと5時間で死ぬ19歳女性。心情的にはパオラさんを助けたいところですが、ハドレイさんはどちらも救う選択をしました。カフエラさんの死亡まで1時間を切るというところで、なんとか治療が成功しました。すぐにパオラさん救出に向かいます。カフエラさんに時間を使ったためあと2時間で死亡まで追い込まれましたが、こちらも治療成功です。いやー私だったら助かるかわからないカフエラさんに時間を使って、パオラさんを危険にさらすなら、確実に助かるパオラさんを助けたかもしれません。この辺はハドレイさんの判断能力の高さが発揮されました。食料はある程度現地調達できますし、2人が動けるようになってから駐屯地に戻りましょう。って思ってたら敵にこの場所が見つかりました。3日後に攻撃を仕掛けてくるようです。3日あれば駐屯地から追加の隊員を送っても間に合います。ハドレイさんはすぐにこのことを知らせましたが、上からの答えは、最善を尽くし帰還せよ、でした。そしてこちらが最善を尽くしているハドレイさんの様子です。おしゃれな個室を作って演習を満喫しています。敵部隊の到着まであと1日というところで、パオラさんが歩けるようになりました。自衛隊は合理的集団です。もしも敵部隊到着にカフエラさんが間に合わなければ置いていくことになります。となれば少しでも多くの戦利品を回収するために、いろいろ解体しておきましょう。その数時間後、自分の置かれている立場を理解したカフエラさんが起き上がりました。きっと敵部隊が来なければまだ歩けないと言っていたことでしょう。まあ理由はなんであれ全員が回復したので撤退です。この画面で演習先から何を持ち帰るか決められます。像がもっといればたくさん持ち帰れるのですが、食料や武器を優先し、残りは壁建築のために石を運びます。負傷した状態で数日行軍し、部隊が帰還しました。我が駐屯地初の演習は無事に終了しました。カフエラさんは2回ほど見捨てられる危機がありましたが、ハドレイさんに助けられましたね。数日留守にしてる間に北側の壁ができてきています。石も大量に持ち帰ったのでケビンに加工し続けてもらいます。大量に持ち帰ったものは他にもあります。それがこのサラシロウです。野良さんの提案で陸士部屋に置いたやつですね。演習場にたくさんあったので全部もらってきました。駐屯地の主要な場所に置いて陸士を恐怖に陥れましょう。ジョゼさんが駐屯地に化粧台が欲しいと言っています。鏡と化粧道具を備え付けたものみたいですね。男がこんなもの使うのかと思いましたが、昨今の情勢を考えれば屈強な自衛官が化粧をしててもおかしくないですね。以前駐屯地全滅の危機を救ってくれたジョゼさんがそういうのであれば作りましょう。場所は A 内の共有スペースです。すべての作業より優先して陸士に作らせます。駐屯地外壁に爆弾抱えたトカゲがやってきました。ボムネズミというのですが、死ぬ瞬間に爆発して周囲を吹き飛ばします。銃を持っている陸曹以上は全員集合。すでにトラップで何匹かのボムネズミが爆発しています。近づかせる前に倒さないと厄介です。ナイスー。気絶してても油断はできません。爆発するのは死ぬ瞬間なので遠距離で確実に仕留めます。訓練の成果を発揮し、ゼロ被害で任務達成です。おや？なんとハドレイさんとパオラさんが恋人になりました。これはおめでたい。ゆっくり山荘の粋な計らいで2人をダブルベッドルームにすることにしました。まずはパオラさんを指定して。あれ？思想により禁止と出ます。どうやら我々完璧な軍人は、配偶者以外とベッドを共にするのはみだらな行為と捉えるようです。なんだ、我々自衛官と全く同じじゃないですか。自衛官も結婚するまでベッドを共にすることはありません。とはいえせっかくなのでツインベッドルームをご用意いたしました。ダブルベッドルームが空いてしまったので、カフエラさんチグさん夫婦に住んでもらうことにします。これでみんな幸せ。そして幸せは人間だけではありません。妊娠していたゾウが出産しました。いやーめでたいこと続きですな。あれ、何かおかしい。自衛隊でこんなにいいことが続くわけないじゃないですか。絶対何かあるに違いない。また夏がやってきました。今年は早めにクーラーを揃えたのですが、そのせいで電気がないという事態に陥っています。風力発電とバッテリーを増設していますが無風だとすぐ停電しますね。ソーラー発電の研究を進めたいところ。火力でいいだろって、なんか駐屯地に火力発電作ったら左の人がうるさそうじゃないですか。第2回の演習が始まりましたが、ハドレイさんは不参加です。第1回の時に眠り病とかいう謎の病気にかかって療養中です。あと喘息にもなりました。まあゆっくり休んで次に備えてください。そして数日後、演習場に到着しました。ハドレイさんはジョゼさんに見といてもらって、演習場に画面を映しましょう。山を歩いたっぽいですね。ここが今回の演習場です。すでに敵兵2名が確認できます。とりあえず配置についてサクッと片付けてしまいましょう。前回は銃持ち2人でしたが、今回は銃と弓、前回よりも楽勝ですね。あれ？ハドレイさん死んでるんだが、いや、おかしいでしょ。ハドレイさんは眠り病により、恋人パオラさんに見取られました。というわけで今回の動画はここまでです。なんでこの画面かって悲しすぎてとりあえずセーブだけして撮影やめてしまったからです。もう少し駐屯地の医療体制が整っていれば助かったのかもしれない。次回からはハドレイさんのいない新体制で駐屯地を発展させます。前回はハドレイさんが亡くなるという悲しい事件で終わりました。ですが戦闘中に悲しんではいられません。任務遂行第一、まずは目の前の敵を倒します。駐屯地の方で火災があったようです。演習に行くと駐屯地と演習場のどちらも管理しないといけないので大変です。寝てる人全員起こして消火させます。敵はついに突撃を始めました。そしてこちらの銃が当たらない。こんな時ハドレイさんがいれば、これからはハドレイさんなしで戦闘していかないといけないと考えると後輩育成を急がねば、白兵戦が始まりました。そして躊躇なく野良さんが発砲します。ある程度のサイコパスさは自衛隊には必要なのかもしれません。敵を殲滅したところで戦利品を回収してとっとと帰りましょう。なんだこの1マスだけの部屋。駐屯地の火事が消えてないな。様子を見てみます。いや、陸士が全員寝てるんだが、お前ら完全に消えるまで消火しろ。いつもは陸曹以上が6人、陸士が5人という駐屯地ですが、現在駐屯地の陸曹は2人だけ。実際の駐屯地で陸曹以上がほとんどいなくなったら陸士長の天下ですね。奴らがどんなことをやらかすのか、想像もできないです。駐屯地はなんとか鎮火され、演習も終わりました。そしてハドレイさんの墓を用意したので、パオラさんに埋葬してもらいます。去年熱中症で亡くなったショーティーさんの隣です。駐屯地の陸曹の数が足りません。演習に陸曹以上だけで出ると駐屯地の陸士管理が難しくなりそうです。かといって演習に陸士を連れて行くのはどうなんでしょう？そもそも武器持たせるのも心配です。というわけで視聴者の皆さん、陸曹を募集しています。ぜひご入隊を検討してください。まずは陸士スタートになりますが、貿易用ビーコンなるものを設置します。これは人工衛星が駐屯地の真上に来た時に、ビーコンを起動して貿易ができるものです。あれ、駐屯地に避難してた人が亡くなりました。ハドレイさんがいなくなって誰も世話しなかった結果です。医者の優先度を上げておきましょう。最後まで有効活用するために、頭蓋骨を取って体は牢に入れておきます。貿易用ビーコンはここに設置することにしました。今後駐屯地で生産したものをガンガン輸出して金を稼いでいきます。生産拠点から近い方が運搬がしやすいので、ここに設置します。確か屋内でも使えたはずなので壁で囲っておきます。どうやって物を衛星まで飛ばしているのかは不明です。また襲撃に遭ってます。ハドレイさんなしの初の戦闘。おや、いつもだいたい2人組で来るのに5人も来ています。これはやばい、非常固執。敵は二手に分かれて陣形を変えています。こちらも二手に分かれましょう。まずは一人の方が突っ込んできました。野良さんとジョゼさんで対応と思ったのですが、カフエラさんが上から狙撃してくれました。これはありがたい。すぐに全員合流させます。向こうが開けた場所に対して、こちらは壁を使って射撃できます。人数も装備も地形も全てこちらが有利。5人来てどうなるかと思いましたが、なんとかなりそうです。敵は撤退を始めました。武器は捨ててないし降伏もしてない。射撃を継続せよ。倒れたら我が駐屯地で一生陸士として働くのだ。今回の自衛官候補生は一人だけでした。そしてこの自衛官候補生は優秀で、たった1日で陸士になりました。素晴らしい、無限の労働が君を待っているぞ。今回は勝てましたが、敵も次第に増強してきています。こちらも防御陣地構築を急ぎ対応せねば、この丸の範囲がタレットの攻撃範囲です。いずれはタレットだらけにして勝手に倒してくれるくらいにしたいですね。こちらは駐屯地の外れ、廃棄してある戦車を壊して資材を回収しています。ついでに射撃訓練もしています。こんな好き勝手パンパン撃てる訓練場があったらいいのにといつも思います。ハドトレイさんがいなくなり、新しいリーダーを決める必要があります。ノラさんはサイコパスだからダメ、カフエラさんはプロポーズ断られて銃乱射するからダメ、チグさんはすでに役割があるし、ジョゼさんは顔も見たことがない。そうなると19歳期待の新人3曹であるパオラさんをリーダーとしました。新しいリーダーの誕生に駐屯地の全隊員が駆けつけます。火災が起こっていますが、誰も消しに行きません。それもそのはず。このイベントに参加していないことが判明すれば忠誠心が足りないとみなされて、どんな処罰が下されるかわかりません。自分が処罰されるくらいなら駐屯地が燃えようが関係ないのです。結婚式に眠いから出なかったノラさんですら、このイベントには参加しています。無事に終わりましたね。新しいリーダーの誕生をお祝いしましょう。そして数日後、新しいリーダーの方針により陸士も演習に参加することになりました。カフエラさん、ジョゼさん、陸士のサートレが演習場に到着しました。敵は2名ですが自動タレットがありますね。迂回して電源を落としてから攻撃を開始します。迂回しました。敵も電源を守るために攻撃してきています。土のうがあって地形的に不利ですが、3対1で押し切りました。電源を壊してしまいましょう。以前の反省を生かして無事に演習が終わりました。陸士を連れても問題なく行動できますね。演習場からタレットやサラシロウなどを回収して帰還します。一方駐屯地はというと、食中毒が流行しています。駐屯地の食堂で提供された食事を食べた隊員が相次いで食中毒になっています。原因は不衛生な調理場で食事を作っているからです。意味あるのかは知りませんが、とりあえず床を抗菌タイルにしておきましょう。編集してて思ったのですが、調理場と殺傷が同じって問題ありそうですね。覚えていれば直しましょう。チグさんが服がボロボロだと文句を言っています。服は着ているとだんだんと劣化していくのですが、ある程度劣化したものを着続けると不満が発生します。というわけで劣化したら新しいものを着るように隊員の設定をしておきます。現在の駐屯地各隊員の服装はこんな感じです。陸士は陸士の服装をするようにと新しいリーダーからの命令が固くされました。当たり前ですよね。陸士の服があって、それを着てない陸士はおかしいのです。そして着替え終わった姿がこちら。ああ、これ完全に陸士の格好ですわ。確かに実際の駐屯地の陸士もこんな格好してた気がする。というわけで今後はこの格好でいるように。陸士のサートレによって像が手名付けられています。出産した像も含めて駐屯地の像がどんどん増えています。次の演習では大量の物資を持ち帰れそうです。ここは薬草園なのですが、薬草生産は中止しホップを生産することにしました。そして今作っているのが醸造所の建物です。ここに樽をたくさん並べてビールを作ります。できたビールは貿易ビーコンで出荷します。そして余ったビールはちょっとくらいなら飲んでもいいでしょう。我が駐屯地は官僚なので陸士もビールが飲めます。むしろ嫌だろうが飲まされるのです。日付も変わり○○です。あ、○○っていうのは午前1時ってことです。そんなことはどうでもよくて、駐屯地内で○○をしている人がいます。あ、ここでの○○はお伝えできない内容という意味です。終わったようです。随分早かったです。一緒に寝られる空間を用意したゆっくり山荘に責任があるのでしょうか。いやいや、そんなこと言ったら教育隊なんて10人部屋ですし、大乱丸状態じゃないですか。事態を重く見たゆっくり山荘は、まず唯一の女性陸士のサートレを一人部屋にしました。ほぼ裸に全身拘束具つけられている男女が同じ部屋とか何が起こっても不思議ではないですからね。まあそんなこと言ったらほぼ裸に全身拘束具の男の集団でも何も起こらないはずもなく、考えたくもないのでやめておきましょう。次にチグさんの説教者の役割をノラさんに変更しました。はい、成功です。駐屯地で成功してる人に説教されても困りますしね。駐屯地でネズミが一斉に暴動を起こしました。最初はまあネズミくらい瞬殺だろって思ったのですが、複数匹に接近戦を強いられて苦戦しています。ネズミを銃で撃つ訓練なんてしてませんしね。ネズミを銃で撃つで思い出したのですが、ディズニーランドのウエスタンランドにシューティングギャラリーというアトラクションがあります。ライフルで10発的当てするものなのですが、あれを外す自衛官はいません。10発全部命中すると銀のバッジがもらえるのですが、自衛官なら逆にもらえないと恥ずかしいくらいです。そんな自衛官でも難しいのが上の方をちょろちょろしてるネズミに当てることです。一瞬だけ現れてすぐ逃げていくのでずっと照準し続けてタイミングを見計らいます。相当集中しても数発に1発しか当てられませんでした。でもネズミ以外の的なら全弾命中は余裕です。ディズニーランドのシューティングギャラリーで無双したいあなた、ぜひ入隊の検討を。さらなるタレットの増設をします。ただスチールとコンポーネントが必要なのですが、コンポーネントが全く手に入りません。1タレットに3コンポーネント必要で全然足りてない状態です。こちらは駐屯地の柵の建設状況です。白いところは予定地なので、全然進んでいないのがわかります。ここにかなりの資源と人を取られているせいで、その他の建設が進んでいません。膨大なリソースを使って万が一にでも失敗したら厳しい責任追及がされるでしょう。一応責任者を公開しておきます。この方です。でも成功したらこの人の功績だろって？いやいや、自衛隊ルールでは採用した私の功績になります。とか言ってたら後ろで力士同士で喧嘩してたみたいですね。もう終わったしいいか。駐屯地で再びネズミが暴走しています。場所を見てみましょう。やべえ、暗くて見えにくいですが12匹くらいいます。きっとディズニーランドの話したからですね。陸曹以上は全員徴兵しました。誰とも自動迎撃してくれています。当たっているかは不明です。11人隊員がいるのに戦えるのが5人っていうのはこの先厳しくなるかもしれませんね。陸士も武装させるべきではという声が広がっています。そして21世紀の武器を持ち18世紀の戦い方をしているのがこちら。後ろに陸士並べて接近されたら交代にすればよかった。今回の戦闘で駐屯チーム室には次々負傷兵が運ばれてきます。上の青ベッドは病院用ベッドでグレードの高いものです。陸装以上しか使えません。また、陸装が最先端医療まで受けられるのに対して、陸士は薬草以下の治療です。生き残りたければ承認試験を頑張りましょう。ビールを作る建物がほぼ完成しました。発酵させるのに大量の樽が必要なので、建物の北側半分に並べておきましょう。こんな感じかな。じゃああとはよろしく。この水色側が駐屯地で、紫の型の勢力の駐屯地です。それ以外にちょこちょこあるのは、敵の駐屯地だったり演習場です。今回は一番近い紫の駐屯地に買い物に行きます。実際の駐屯地でも駐屯地同士で車両で行き来し、物品受領だったり人員搬送などのお使いクエストがあります。今回は戦闘しに行くわけではないので2人くらいでいいでしょう。途中で見つかって戦闘になる可能性はあるので最低限の武装と薬は持っていきます。あとはうちの駐屯地でいらないゴミみたいなものも全部買い取ってくれそうなので持っていきます。そして1日も経たず到着しました。演習とは違いこの画面だけなんですね。うおー、コンポーネントが49個もある。今まで1個2個を節約して使ってたのに。これは全部買い占めます。革やら木など余ってるものを売りつけて、コンポーネントと医薬品などを買いました。初めてのお使いが終了し駐屯地に戻ります。コンポーネント代わりと自由に使えるようになったので、ソーラーパネルを作ります。風力だけだと無風の時にやや不安があって、ソーラーを併用していきます。ちなみにこのソーラーパネルはどっかの駐屯地の隊員が作ってるみたいですね。ホップが収穫されて醸造台で麦汁が作られ、それが樽詰めされてビール生産が始まりました。あと数日も経てば発酵し美味しいビールになります。ビールとは自主的に飲むのはうまいが、強制的に飲まされるとまずい不思議な飲み物です。まあ昨今自衛隊ですら強制的に飲まされるなんてありませんけどね。あと5日で発酵が終わりビールが飲めるぞ。そんな時に宇宙からわけわからん生物が駐屯地に攻撃を仕掛けてきました。陸士も武器携行が許可され全員が前線に出ます。こちらが敵の宇宙船、武装した機械昆虫みたいのが2匹います。配置についたら攻撃開始、絶対にビールを防衛せよ。下は陸装チーム、統制の取れた射撃です。左は陸士チーム、ショットガン持ったカカーが突撃し戦列が崩壊しています。なんとか敵の宇宙船を撃破しビールは守られました。こうしてビールの発酵も終わり瓶詰めをしています。できました、全員集合。全員で守ったこのビール、階級に関係なく飲むことができます。早速飲酒パーティーが始まりました。思想的理由により飲みたくない人は飲まなくても大丈夫です。自衛隊ですらこの辺のコンプライアンスは守られているのです。ハドレイさんの死を乗り越え徐々に安定してきた駐屯地。一方で新たな侵略者の登場。この先どうなるのか、次回動画もよろしくお願いします。チグさんが陸士のサートレを捕らえています。奴隷を一旦囚人にして勧誘することで、チグさんと同じ入植者にできるかもと思ったわけです。これは言うならば陸士長が選抜試験に合格し、陸曹教育隊を経て陸曹になるのと同じですね。つまりこの 2×6 のスペースは陸曹教育隊、陸教と言われている場所ですね。そしてまずは回収からしていきます。これは陸曹の心構えを植え付けるものです。陸曹の心構えの最初の一文はこう書いてあります。サートレは今後、陸曹となり陸士を導く存在とならなければいけません。それにしても 2×6 の陸橋ならそんなに走らなくていいから楽そうですね。駐屯地に物乞いたちが来ました。食料や医療であれば人道的に配慮します。と思ったのですが、ビール34本を求めています。この者たちに駐屯地司令が下した決断は、撃て。酒を求めて駐屯地に来る奴は全員入隊希望者に違いない。倒れた奴は全員入隊させよ。おお、一気に5人も入隊希望者が来ました。全員採用です。ここから何人が生き残って陸士になれるかな。5人の自衛官候補生が入隊して、無事に3人が陸士になれました。あとの2人はって?まあよくわからないですね。これで陸曹以上5人、陸士8人という体制になりました。実際の陸士は幹部4万人ちょい、陸曹14万人ちょい、陸士4万人ちょいくらいです。ゲームの世界では50歳60歳でも陸士やってるのでこういう比率になるんでしょうね。隊員の数が増えたので A 内を新たに建てます。実際の駐屯地でこのようなことが起これば、すぐに A 内建てる予算なんてつかないので、2人部屋が3人、4人、6人と増えていくだけになりそうです。そう考えると我が駐屯地は大変良心的であると言えます。右下のところは沼があって A 内にできないですね。沼を避けて A 内を削ろうと思ったのですが、悔しいので沼ごと A 内にします。ドアを開けると沼があり、橋を渡ってベッドに行く、非常にリラックスできそうな部屋ができました。A 内の予定図が完成したと思ったら、またもやネズミ集団が来ました。やはり自衛官でもネズミにパンパン弾当てられる技量がなければこの先やってられないかもしれません。あれ、前回より増えてませんか?17匹もいますね。これは非常固臭。陸士も召集し駐屯地の武器も全て出しました。それでも素手の人がいるので、おなじみのスターリングラード砲を使います。タレットがネズミに囲まれて破壊されました。陸曹陸士の全員を召集しネズミにぶつけます。ここで迎え撃ちましょう。いい感じに倒せてます。農作物が10とネズミでとんでもないことになってそうですが後でちゃんと食べます。無事に戦闘が終わりました。陸曹は常時武装しているのに対して、陸士は戦闘が終われば武装解除です。当たり前ですね。こいつら武器持ったままだと何しでかすかわからないですし。コンポーネントを保持している集団がいるということで演習に来ました。敵役の人は近接武器しか持っていませんが、演習なので構わず撃ちます。わずかな武器しか持ってない集団に資源強奪目的で戦闘を仕掛けるとかあってはならないことですが、これは演習なのです。はい、状況終了。コンポーネントを奪って帰ります。土壌改良ポンプの研究が終わりました。うちの駐屯地は沼が多くて建物が建てられないなど困っていたのですが、このポンプを稼働させておくと地面をいい感じにしてくれるようです。自衛隊なら壮大な人数の塩ビ持った隊員でやるんだろうな。年末になり、今年はクリスマスが開催されます。クリスマスやライブやらに一人だと寂しいですよね。家族持ちは家族と過ごし、彼氏彼女がいる人は恋人と過ごし、通常だと一人の人は一人で過ごすわけですが、自衛隊では A 内にいる限り一人になることはありません。クリスマスだろうが正月だろうが、常に誰かと一緒にいられるわけです。もうクリスマスに寂しい思いをしたくない人は自衛隊へどうぞ。年末年始は怒涛のイベント尽くしですね。ちょっと前にクリスマスパーティーをやったと思ったら今度は新年のパーティーです。この駐屯地も2周年となりました。新たな1年もまた頑張っていきましょう。去年もパーティーをしたこの KKR ホテルですが、部屋が足りないのでレパードの部屋を兼ねています。自分の部屋に職場の人が新年早々押しかけてパーティー開くとか、そんなのは自衛隊くらいですね。パーティーは終わりました。レパードは速攻で寝ています。いい迷惑でしたね。ちなみにこのイベントは失敗したようです。スピーカーが足りないとかそういうのが関係してるっぽいですね。新たな A 内の建物だけできました。中に家具を入れたり電気の配線をつなげます。実際こんな数部屋しかない A 内ってあるんですか?って思われるかもしれませんが、謎の小さい A 内はたまにあります。逆にクソでかすぎて本当にこれ全部使ってますか?ってものもあります。動画3つ分くらいかけてもまだ完成してない外周の壁ですが、今こんな感じになっています。西と南側は概ね完成していますね。北東側がもうちょっとなのと、ところどころ沼地で歯抜けになっているところは追加工事が必要です。ここまでやってですがもっと小さい柵にすればよかったんじゃね?と思いました。でもそれだと後々拡張となった時に、軍拡だと騒がれそうなので、やはり最初にどんと大きく作った方がいいですね。再三にわたり説明していますが、これが失敗しても私の責任ではないのです。気が楽。その数日後、演習に4人出している最中、武装した集団から攻撃を受けています。相手は複数人で全員が火器を所持しています。こちらは陸士にも武装させて前線に出しているところ、全裸に高速部で銃持って戦うとか、敵も哀れみを覚えるでしょう。初めてこの弩を使う時が来たのですが、建物を拡張しすぎて有効に射撃ができないですね。よし、敵はあと1人、レパードとアロポアベに着剣させ突撃させます。え?二人ともリボルバーじゃないかって?多分付属のアタッチメントをつけると銃剣くっつくようにできるんだろうな。砲は工業あたりが作ってくれるはず。拳銃に銃剣つけた全裸高速部が突撃してきて、敵もさすがに怖くなり退却しています。正規の方法で降伏してない奴は降伏とみなさない。我々の勝利、自衛官候補生を何人か確保しました。早速治療して陸士にしましょう。それと全員が柿を持ってきていたので、すべて露獲しました。今まで全員徴兵すると素手で戦う人もいたところ、これで全員武装ができます。外壁の歯抜け部分を追加工事します。この継ぎ足し工事で全く完成しないのは、プリズンアーキテクトの第 2A 内を思い出しました。そういえば壁を完成させることしか考えていませんでしたが、確かコメントでは1箇所だけ開けてそこから敵が入ってくるようにすると書いてありました。それをどこにするかと、防御陣地の構築もしないといけないですね。さあトレの終了からゲーム内時間で半年ほど経ちました。あれからまた何人か陸士にして、現在陸装後の陸士11です。さあトレはというと半年間の辛い訓練に耐え、今最後の訓練が行われています。成功しました。ついに陸士から3層へ承認しました。素晴らしい。今後優秀な陸士は回収と承認をさせていきましょう。さあトレさんの承認を祝う時間もなく、野生のチンチラが暴れて柵を壊しています。チンチラはタレットで倒したのですが、柵が壊れたことでカモが大脱走しています。これはエントロピーが増大しています。エントロピー増大ってなんかよくわからんけど使ってみたい言葉だと思うのでここで使えてよかったです。新たな A 内が完成しました。泥と土の床で落ち着いた印象をもたらす A 内です。特筆すべきはダブルベッドが標準装備なところです。パオラさんやサートレさんにはダブルベッドを一人で使ってもらいます。そして今何をやっているかというと、陸士同士でダブルベッドを使わせようとしているところです。思想心情的に結婚しないとダブルベッドダメって人が多いですね。逆に言えばダメじゃないって人は望んでいる可能性すらある。よし決めた、タツノオトシゴ、赤 A は今日から同じ部屋な。実際の駐屯地では男女が同じ部屋になることはまずありえません。安心してご入隊ください。でも昨今の世相を考えれば、そのうち男女で A 内を分けることすら差別と捉えられるかもしれません。まあ民間より10年以上遅れる自衛隊、やっと今頃になって暴力はダメだよとか言ってるくらいなので、男女が同じ A 内になるのは遥か未来の話でしょう。この橋を渡ってベッドに行くとかいうどこのラブホですか？で部屋にはチグさんかフエラさんに入ってもらいましょう。陸装選抜試験の結果発表の時期になるとみんなそわそわしだします。勤務中に急に部隊長に呼ばれて行ってこいと言われれば合格確定フラグです。そして今まさに合格した陸士が一人、サートレさんに続き、レパードが選抜試験に合格しました。早速この部屋に閉じ込めて陸装としての心構えを叩き込みます。レパードやサートレさんが辛い陸士生活を耐えて陸装になるのに比べて、いきなり陸装スタートの人もいます。今まで捕まえた囚人は全員陸士にしていたのですが、さすがに陸士が増えすぎて陸装スタートのコースを作りました。というわけでツバメさんが新たに3層に加わりました。バイタルモニターの研究が終わり医務室に設置します。バイタルモニターとは心電図やら SPO2 などがリアルタイムに表示されるモニターです。数値に異常があると PP なるのですが、ちょっとしたことでも PP なるので、忙しすぎる看護師さんたちに無視されることもあります。いやきっと一瞬だけモニターを見て対応するべきかどうか判断してるんでしょう。でも素人目にはなり続けているように見えてしまうのです。早速陸士のコンボがバイタルモニターを作っています。自衛隊では陸士でもバイタルモニターくらい作れないとやっていけません。医務室が整備されて誰が怪我してもいいような状態になった時、怪我をさせてこようとする奴らが来ました。空から落ちてきた。これはきっと宇宙空挺団だ。非常固襲。陸士も武器を取り前線へ集合。武器取れなかった奴は素手で集合。1列目に射撃部隊、2列目に都市格闘部隊を配備しました。完全にこれ18世紀なんだよな。一発撃ったら変な棒で弾込めてないだけマシか。そろそろうちも野戦砲みたいの欲しいですね。そうそう、こういうの、めっちゃ当ててるはずなのになかなか死なないですね。これは近接戦闘になる予感。都市格闘部隊は準備せよ。陣形変換、都市格闘部隊を前衛にし、射撃部隊は後ろから射撃、前衛に当たるだろって？高度に訓練をされている射撃なので大丈夫です。それに万が一当たっても医務室にはバイタルモニターがあるので大丈夫。構わず撃て。前衛に負傷者が目立ちますね。敵の攻撃での負傷となぜかライフルでの負傷もあります。軽機関銃でボロボロにされてるのに歩いて医務室まで来れる。これは普段どんだけきつい訓練をしているのかがわかりますね。医務室がいっぱいになり陸士は自室で治療を受けています。陸装は7人しかいないけど陸装用ベッドは3つ、陸士は11人もいるのにベッドは2つ、陸士は怪我をしたら命を懸けたベッド取りゲームに参加しなければいけません。数日後、全員が無事に退院し、空いたベッドに自室で治療を受けていた力士が運ばれました。ですがその時にはもう遅かったのです。傷からの感染症が原因で亡くなりました。誰よりも早く最前線で戦った勇敢な力士でした。最も負傷したが故にベッド取りゲームには敗れました。医務室ではバイタルモニターのアラームだけが寂しくなり続けます。これは丁重に葬る必要があります。ショーティーさん、ハドレイさんの隣に埋葬します。毎年一人死亡していますね。1年の死亡率は約 10%。恐ろしい。喪に服している中でも敵は次々やってきます。なんだ7人かと思ったのですが、東側に目を転じると、別の4人がいます。幸い西側は壁があるから回り込むのに時間がかかります。先に東側の少人数を倒してしまいましょう。いい加減この18世紀戦法はやめたいのですが、土のうまで手が回ってないのでしょうがないですね。しかしながら圧倒的な戦力差で東側を撃破。西側は陸士に任せていたのですが、土のうの防衛ラインを突破されました。間一髪で東側から陸層の増援が来てなんとかなりました。さあ、倒れた子はどんどんしまっちゃおうね。各種階級の囚人がごっちゃになっていますが、囚人部屋に7人も入っています。ここから陸僧や陸士が次々排出されることでしょう。反抗的な陸士はどんどん捕まえて精神教育をします。あ、どうも。ゆっくり参奏です。自衛隊の副務の先生には、ことに臨んでは危険を顧みず身をもって責務の完遂に、とあります。ただよく考えれば日本の学校ではほとんど愛国教育を行っていません。そうやって成人まで育った人間を、国家国民のために命を懸けるところまで教育しなければならないのです。これには精神教育が重要です。今まさに我を忘れて怒り狂っている伊勢美をカフエラさんが捕まえて精神教育部屋に押し込むところです。はい、捕まりました。数ヶ月もすれば伊勢美も国家国民のために命を懸ける戦士となるのです。生体改造ポットを作ります。我が駐屯地には指がないだの肺が壊れただの大丈夫ですかって隊員がそこそこいます。どうやらこの改造ポットに隊員を入れておくことで壊れた臓器や四肢が治るようです。自衛隊病院もびっくりなこの技術を使って駐屯地の隊員を治療していきます。前線で怪我をしても即死でない限りここで再生され再び戦場に送り出せる。隊員からしたらいいのか悪いのかわかりませんね。鶏たちがペストにかかりました。なんかよくわからないけど感染した鳥は全部解体して肉にします。多分火を通せば大丈夫でしょう。どうやらペストって人畜共通感染症みたいなので、きっと隊員は鳥みたいなマスクで鳥の世話するんだろうな。生体改造ポットが完成しました。最初の体験者は野良さんです。野良さんは左右白内障、左足の薬指が壊れ、右足が痛くてかゆいようです。でも大丈夫。この生体改造ポットに入れば壊れた指ですら元に戻ります。と思っていたのですが、どうやら最先端医薬品が必要みたいです。そんなものは持ってないのでとりあえずこの喜びサイクルとかいうよくわからないのをやってみます。今、野良さんが生体改造ポットに入ります。入りました。数日かけて喜びサイクルとかいうよくわからないものを作動させます。自衛隊ではよくわからないものでも平気で隊員に実施してしまうのです。何かとすぐ問題を起こすカフエラさんですが、またも食堂で暴れています。問題を起こす背景として、カフエラさんは陸曹でありながら完璧な軍人の思想ではないのです。まあ自衛隊でも陸曹でありながら自衛隊に向いてない人ってまあまあな割合でいますよね。早く自衛隊やめた方がって思うのですが、自衛隊以外も向いてないのでどうしようもないのです。そう考えるとどうせ向いてないなら様々な保障が手厚い自衛隊にいた方がその人的にはラッキーでしょう。つまりは自衛隊に向いてない人のうち自衛隊以外も向いてない人は自衛隊に向いていると言えます。カフエラさんは投獄され完璧な軍人になるまで出てこられない運命となりました。久しぶりに演習にでも行きましょう。野良さんは生体改造ポットで、カフエラさんは投獄、空いてる陸曹が5人で奴隷や囚人が16人、仕方がないので陸曹1人と陸士4人のチームで演習に行きます。実際の自衛隊だと陸曹1人で何人もの陸士を見ないといけないので大変ですね。そして野良さんの生体改造ポットが終了しました。数日ぶりに歩き出す野良さん、状態を見てみましょう。生体改造の喜びとかいうのが増えてますね。女性が生体改造の喜びを感じ、体中のどこもかしこもご機嫌だと。あ、でも野良さん64歳でした。リラックスできたようで何よりです。野良さんがリラックスし終わった頃、先ほどのチームが演習場に到着しました。ちょうど身を隠して射撃ができそうな場所を発見しました。あの場所を抑えて戦いを有利に展開させます。敵はナイフや銃持ちが何名かですね。速やかに移動開始。一見すると6倍速にしてるように見えますが、通常再生だけど隊員が6倍の速さで走っているのです。あっという間に陣地を抑えました。全員自由に撃て、早速一人倒しました。敵も全員で抵抗しており銃撃戦が繰り広げられています。いや、自由に撃てって言ったけど撃たないって選択肢はないんだが、5人いるのに3人突っ立ってる状況です。って思ってたらこいつら武装してなかった。事情を聞くと、自由に撃てと言われたので撃たなくてもいいと思いました。銃も持ってなかったし、と言っています。これにはパオラさんも激怒、3人揃って銃を取りにゾウまで走らされています。武装した彼らにパオラさんは、敵が戦闘不能になるまで、敵に向かって射撃をしろと大変わかりやすい命令をしました。いやーこれが演習でよかったです。実戦だったらこちら側に死人が出てましたね。相手は降伏しました。捕虜にして抗争しましょう。しかし命令は戦闘不能になるまで、だったので射撃が継続されます。命令とは難しいものですね。駐屯地の陸士たちにとって大事件が起こります。それはパオラさんの一言から始まりました。最近陸士増えすぎ、しかもコモドドラゴンだのエミューだの変な名前で覚えられない。と、自衛隊では上官が命令すれば改名すら余儀なくされます。最近入った陸士はそれぞれ、山田、板垣、後藤、田島、萩原、須藤、浜崎と改名されました。一気に本当の自衛隊っぽくなりましたね。そしてサートレさんに続きレパードさんも陸士から陸曹になることができました。おめでとう。あなたにも通常の人権が与えられました。カフエラさんの回収も終わりました。つい先日まで罪のない動物が殺されて悲しいとか言っていたのに、駐屯地に奴隷がいて嬉しいだの、最近征服してないだの言い出すようになりました。それでこそ自衛官です。素晴らしい。ご覧ください。ついに北東を除き全ての壁が完成しました。とんでもない時間、人、資材を使って完成したこの壁、あとは北東の空いてるところに防御陣地を作りそこから入ってきた敵を叩きのめすだけです。この一大事業が成功した暁にはコメントをくれた視聴者さんは承認が約束されています。壁も一段落した頃にわけのわからない話から告白する人が一人。ジョゼさんが上流階級についての話をしつつツバメさんに告白をしました。いやどんな告白だよ。俺この前方面相関見たんだよねー。ところで俺と付き合わないとか言ったんですかね。陸士も増えてベッドが足りないのでA内を増築します。今まで新たに建築を命令してもなかなか作業が進まなかったのですが、今回は数人が来てくれました。よく考えれば今までずっと壁建築に人を取られていたからですね。あっという間に3部屋増築できました。建築に人を取られないので農業も進んでいます。ホップがいっぱいになってきたので樽を増設しましょう。壁作ってないだけで全ての作業がスムーズです。今までとんでもない足かせをつけていたんですね。なんとしても壁は成功させなければ、北東では防御陣地構築が始まっています。この池に土のうと橋を作っておきます。橋はくねくねさせて渡るのに時間がかかるようにしましょう。池の南東側には壁と土のうを交互に並べます。こうすると壁に隠れながら射撃できて、土のうで守られる的な効果があるようです。コメントで見ました。タレットもいくつか設置します。これで画面上から敵が来た時に、池、土のう、タレットから攻撃を集中できます。早速コンボが池に橋を作っています。あれ、池って入れるのか。これ池じゃなくて沼だった。まあ敵も靴とか汚したくないしここは攻めてこないでしょう。来るとしてもちゃんと橋を渡ってくれるはず。一箇所だけ空いた部分にはスパイクトラップを乱立しておきます。まずはスパイクトラップで敵の戦力を削り、先ほどの陣地でとどめを刺す。もはや敵が来てくれるのが楽しみになってきました。最先端医薬品が手に入ったので、今度こそ野良さんの体を治します。今後戦闘によって負傷する隊員が続出することが予想されます。今回は実験的に治療をしてみます。動画冒頭で大暴れして体制美がついに陸曹になりました。すっかり洗脳、じゃなくて陸曹の心構えもできており、今後、部隊を引っ張っていく存在となるでしょう。防御陣地も完成に近づいており、火器も少しずつ揃ってきました。そんな時に奴らはやってきました。敵襲、メカノイド、非常固襲、偵察開始。駐屯地西側にメカノイド5体を確認。ナイス壁。北東までは距離があるのでこちらも準備ができそうです。って思ったのですが敵は壁に攻撃をしています。壁に穴が開きました。銃持ちは前線へ、丸腰はぶっこに走れ。我が駐屯地では武器は早い者勝ちです。ライフルが装備できればいいのですが、ショットガンやリボルバーだと接近の必要があり死亡率が上がります。それでもまだいい方で、今回のように全員召集となれば投げ槍やナイフが支給される隊員もいます。先に戦闘開始しているのは陸曹チーム。普段から武装しており、鉄棒も被っています。後から陸士チームがやってきました。こちらは裸に高速ぶとぶちですね。敵は二手に分かれています。北上組は陸士に任せましょう。陸士戦列歩兵が交戦中です。土のうに隠れた方がいいって?今初めて銃を持った隊員が多い中、とりあえず敵に向けて撃つしかできない奴らばかりなのです。なのでこの戦法を取らざるを得ないのです。今回は負傷すると交代できます。後藤は後ろのタレットから撃たれてますね。陸装チームはバイクマンとかよくわからない奴と交戦中です。見た目的にこいつではなさそうです。パオラさんを前進させようとしたところでこちらの勝利です。敵は北を大回りしてるのでそちらに急ぎましょう。陸装チームも陸士チームもそれぞれ担当の敵を倒しました。そして残るは壁に穴を開けたあいつと随伴歩兵だけ。なんか弾かれているような音しか聞こえないですね。うおー、こいつの攻撃やばいな。攻撃受けた者は撤退。ランドアがおとりになろうと前に出ています。止まるな、動き続けろ。ランドアも撤退。槍持ちのケビンに突撃の命令が下りました。全員が援護射撃をします。駐屯地の壁の建材を作ったのはケビン一人。その壁が壊された責任もケビン一人。パオラさんはそう判断したのでしょう。接近できました。敵も再装填中。やりました。こちらの勝利です。医務室では懸命な治療が行われています。うちの駐屯地ではほぼ全員が医師の役割も持っています。ローマでは奴隷でも教師の役割があったように、うちでは奴隷の医師がいます。そしてコンポーネントを自作できるようになりました。倉庫と武器庫が若干手狭になってきましたね。スチールもドリルからどんどん手に入りますし、ビールを作って貿易でいろんなものを買い取れます。壁の建築も終わり、なんと順調な駐屯地でしょうか。宇宙船の完成も見えてきました。はいはい、陸士の皆さんは武装解除です。あ、どうも、ゆっくり参奏です。いやー、まさか自衛隊以外で部下の生殺与奪権が与えられてる組織があるなんて、恐ろしい話ですね。とんでもない朝礼の様子だったり、偉い人が店点検に来て不備があるとめちゃくちゃ怒られるとか、これ自衛隊と同じシステムじゃないですか。あー、武装解除してたら間違えて殴る命令出してしまった。殴れって言われて躊躇なく殴るとかどんな思考してんだよ。最近いとも簡単に陸士にできてしまうので、駐屯地の人が増えすぎています。その結果として食べ物がなくなってきたので、空いてる土地を農地にしましょう。そういえば自衛隊でも草刈り散々させられますけど、除草剤使うって発想はなかったですね。いやー、そんな便利なものあるならもっと早く教えてくださいよ。陸士増えすぎということは陸士の希望者が後を絶たないわけですが、とこの世界が不景気なんでしょう。実際の自衛隊でも景気と入隊希望者は相関がありそうです。不景気であればあるほど経済的安定を求めてか入隊希望者が増えるというわけです。そう考えれば実質賃金が上がらないだの、増税を推し進めるだの、すべては国防のためという可能性すらある。とか言ってたらまた新人が来ました。3人から始まった駐屯地が25人体制になりました。寝る場所がなくて冷凍庫の中で眠ってしまう隊員が一人。現実世界では熱中症が全国で心配される中、この隊員は低体温で死にかけています。マイナス13度の部屋で寝てたらまあそうでしょうね。私も演習中に寝る場所ないけど疲れすぎてその辺の地面で寝てたことがあります。仰向けだったのですが、雨降ってきて危うく陸で溺れるところでした。あ、どうやらこの隊員もさすがにここで寝続けたらまずいと思ったのでしょう。暖かいベッドに移動していきました。そしてここでも死にそうな隊員が一人、陸士のコンボが野生のパンサーに狙われています。すぐに付近の隊員を集めます。が、銃声に驚いて逃げてしまいました。大体駐屯地内にパンサー入るとかどうなってるんですかね。でもよく考えてみたらたまに猫とか入ってくるし、日本にパンサーがいないから入ってこないだけで、アフリカの駐屯地とかだとよくあることなんでしょうか?とか言ってたら近藤がパンサーに襲われています。全然当たりませんね。そしてついに近藤はパンサーに食べられてしまいました。さすがに至近距離で連射されて、パンサー騒動は解決しました。駐屯地にパンサーを引き入れたコンボが助けに行きます。駐屯地司令は考えました。ここでこいつら解明させるか。と、最初にパンサーに襲われたコンボは、向かいに解明です。パンサーに食べられた近藤は、尾形にしました。あとは缶を入れたいのですが、ちょうど低体温で倒れてる田島を缶にしましょう。はい、パンサーできました。と喜んでいたのもつかの間、尾形がパンサーが原因で死にかけています。懸命の処置が行われましたが、間に合いませんでした。あーちょっと待って、実在の人物でこうなるのはまずいから、テロップお願いします。ありがとうございます。お笑いトリオのパンサー尾形さんとは一切関係ありません。個人的感想ですが、パンサーのコント好きです。駐屯地付近によからぬ集団を発見しました。男子金星団だと、男子金星団なるよからぬ集団が5人でチョコレート356個を保有している。ここに行かない自衛官はいないでしょう。ちなみにこれ男子星団と書いてあるのですが、プレイしてる時の私は本気で男子禁制団というよからぬ集団がいると思ってました。ノリノリで演習の日程を調整しています。その頃、駐屯地には久しぶりに貿易の集団がやってきました。A門は北東にしかないのでお回りください。一周壁を作ったので演習に行ったりこうやって外部から来る時に不便ですね。貿易の集団が頑張って A 門まで回っている時に事件は起こりました。約10頭の人狩り赤狐の集団が現れました。駐屯地司令はすぐさま思いつきました。貿易の集団と赤狐を戦わせて漁夫の利を得ようと。赤狐は駐屯地に入らず集団に襲いかかります。いいですねいいですね。これで何人か戦闘不能になったらその人の武器や装備を回収しましょう。戦闘が開始されました。生還します。あ、火事はダメだって。貿易の集団が勝利しました。何人かは戦闘不能になり装備を落としましたが、この火災でほとんど使い物になりませんでした。何の成果も得られませんでした。そんなこんなで男子禁制団とかいう男しかいない演習場に到着しました。いや聞いてた話と全然違うんですけど、教育隊の住人で田舎のキャバクラに行って女の子が2人しかいなかったことを思い出しました。ここまで来るとむしろ清々しく、今となってはいい思い出です。ですがこの男子禁制団は男しかいません。自衛官10人でキャバクラに行って10人男が出てくるようなものです。何が楽しくて20人の男で酒を飲まなければいけないのでしょうか。そんな怒りをたまに込めて射撃を続けます。圧倒的優勢にもかかわらず怒りが収まらず突撃が行われています。我々の完全勝利です。こんなところに何の用もないのでとっとと帰りましょう。こちらも何の成果もいい思い出も得られませんでした。そして駐屯地北西にメカノイドが現れました。こいつらにはいい思い出がないですね。動画冒頭で武装解除してたので陸士にも武装させます。ほら、早くしないと槍で戦うことになるぞ。駐屯地司令のこの一言で陸士たちは死に物狂いで武器庫に走り銃を手にします。残念ながら今回もケビンただ一人が槍で戦う運命となりました。壁のせいで前線までの距離がかなり遠く、負傷したら医務室に運ぶ前に死亡の可能性があります。大変に危険な場所なので陸士だけに任せることにしました。実際の自衛隊ではそんなことないですよ。よし、ここに陣地を作る。タツノオトシゴが単身突撃しここに敵をおびき出す。射程に入るまで前進、射程に入ったら射撃し敵が向かってきたら交代、撃たれて負傷しても誰も助けに来ないと思え。実際の自衛隊ではそんなことないですよ。射程に入り射撃していますがなかなか当たりません。普段訓練してない奴はこれだからダメですね。敵が目覚めた、交代、交代。タツノオトシゴが決死の任務を遂行中、陸士の陣地では浜崎が敵前逃亡しようとしています。陸士が逃亡となれば陸曹が黙っていません。駐屯地の全陸曹が陸士確保に動きます。他の陸士たちもこっちに陸曹が向かってくるという恐怖から浜崎を全力で確保します。よかった。陸曹が来る前に事態を収拾させました。あとはこいつを敵に撃たれたことにして、逃亡っていうのは間違った連絡だと謝ればなんとかなるでしょう。浜崎に気を取られている間にタツノオトシゴがボロボロになっています。ああこれはやばい。初手突撃戦法発動。初手突撃戦法とは、戦いにおいて初手から一発も発砲せずに突撃をするとかいう、現代の戦闘においては全く想定されないものです。全員突撃せよ。そして最初にタツノオトシゴに触れたものが衛生隊員だ。これ医務室じゃなくても前線で救護できるんですね。とはいえ救護と抗争でさらに人を取られるので戦力は少しずつ削られますね。なんとか最初の敵を倒しました。その後はパンパン打ち合ったり、機械カマキリに切りつけられたりと、散々な戦闘でした。ちなみに最初に逃亡した浜崎は医務室に運ばれましたが死亡しました。医務室がいっぱいになってます。あとは前線からの距離も考えると、もう少し近いところにも野戦病院的なのを作った方が良さそうですね。というわけでこの北東の陣地横に野戦病院を作ります。負傷するとあと何時間で死亡と出るので、とにかく早く抗争して治療開始することが重要です。それと迫撃砲陣地を作ります。先ほどみたいに駐屯地の外で動かないでいる敵に、今まではこちらから攻撃を仕掛けないといけませんでした。でも迫撃砲があれば遠距離から一方的に攻撃ができます。まあ使ったことないのでどんなのかわかりませんが。現在の研究の進捗はこんな感じです。右の5つの研究が終われば目標である宇宙船を作れます。研究してる人頑張れ。宇宙船の研究に着手し始めた頃、我が駐屯地も4年目を迎えることができました。今年はケビンの部屋でパーティーが行われています。前回の反省を生かしスピーカーを増設しました。なんとか密な環境なんでしょう。人口密度は戦車の車内と同等くらいですね。またしても敵のメカノイドが現れました。もうすぐ生まれるはずです。生まれました。今回は向こうからこちらに来ていただけるということで防御陣地で待機します。8人も演習に出している最中での攻撃。これは情報が漏れている可能性がある。大体配置につきました。お、ちょうど敵も A 門まで来ています。ナイストラップ、1体撃破。2体目もだいぶダメージ入ってるはず。あれ、これ強すぎちゃうんじゃないですか？こんなのトラップ量産してれば人いらないじゃないですか。さっさとトラップ作って宇宙船完成させましょう。そこから数日、壁とトラップですっかり油断しきっていた頃、はい、敵来てますよ。どんなもんか見てみましょう。あれ、過去最高の17人もの方がお越しになりました。これやべえわ非常講習。こちらの配備がまだ終わっていない中、敵は A 門付近まで到達しています。敵来てるのにちんたら走る奴がいるか、全力疾走以外は歩きと一緒だからな。ゆっくり山荘の怒号も虚しく全員が歩いて配備完了した頃に、敵が A 門からなだれ込んできました。今回もトラップですでに複数の敵が倒れていますね。あれ、誰だよここにドアつけたやつ。わけわからんドアから敵が入ってきました。そのせいで同時に全員で攻撃できる位置からだいぶ外れました。おい、いきなり裏取られてるぞ。陣形変換。池の陣地にいた奴は全力疾走で南に向かえ。ゆっくり山荘の怒号も虚しく全員が歩いて陣形変換したために、駐屯地の奥深くまで無傷で通してしまいました。今回は敵の士気が低かったために負けを認め逃亡を開始しました。やばい。これは歴史的な大敗となった可能性すらある。そしてこの戦いの責任は誰かが取らなければいけない。そんな中サイコパスな野良さんは言いました。これ以上ここで倒すな。A 門付近まで誘導してから倒せ。そうすれば我々は A 門で敵を食い止めたことになる。死体はすべて A 門に運び並べておくように。一人でガトリングガンを持ち敵を追い立てる野良さん。いやこの距離で全部外すのはないでしょ。結局トラップで全員仕留めました。我々の完全勝利。完璧な陣地、完璧な作戦、完璧な指揮官と隊員によって勝利した、と、上には報告しておきましょう。すぐに問題部分に壁が設置されたことは言うまでもありません。どうも、ゆっくり山荘です。前回このウッドスパイクさえ設置していれば最強と気づいてしまったので、さらにウッドスパイクを増設しています。お前ら、銃の訓練してる暇があったらウッドスパイク作り続けろ。靴も磨くな、プレスもするな、とにかくウッドスパイクを作り続けるのだ。ここは食堂なのですが、戦争の象徴と窃盗の象徴が置いてあります。我々完璧な軍人にとってこの2つのアイテムがいい部屋に配置されてないと不満が出ます。ゲーム中はなんでいい部屋判定されないのか疑問だったのですが、どう考えてもドアがなくなってますね。そんなことも気がつかずに、いい部屋判定されないなら新しく部屋作るかとここに建築命令を出します。にしても戦争の象徴って何ですかね。平和の象徴って言うと鳩を連想される方が多いと思います。戦争の象徴はといえば、憲法 P 条を守れとかですかね。いやだって相手に戦争をさせないという抑止力を低下させて日本を戦争に導いてますよね。まさに戦争の象徴。あんまり言うと怒られそうなのでこの辺にしておきます。現在こちらでは、前回謎のドアが設置されていた部分の修正が行われています。おや？ジョゼさんがツバメさんにプロポーズをして、ツバメさんは受け入れたようです。おめでとう。早速 KKR ホテルを手配しなければ。私の粋な計らいで同じ部屋にしていた甲斐がありましたね。さらに粋な計らいで今日から同じベッドで寝ることを許可しましょう。あれ、思想により禁止になってますね。なんと婚約しても結婚してないので一緒に寝られないようです。なんという純潔思想。一般的自衛官と全く一緒ですね。鉄不足となったため駐屯地内にあった古い戦車とかを解体します。戦車を解体しながらお前崎分屯基地のことでも話そうかと思います。お前崎分屯基地は静岡県お前崎市にある航空自衛隊の基地です。こんな感じのレーダーで太平洋空域の監視をしたる任務としています。このお前崎分屯基地には公式のマスコットがいるのですが、はい、これですね。カメロンっていうみたいです。先ほどのドームと甲羅がリンクしてていい感じですね。こちらはキャメロン軍曹です。若干先ほどのキャラクターと被ってますね。いやまあでもこの辺りはいいんですよ。こちらはおまねこです。いやー、これはどうなんですかね。いやだって下半身裸じゃないですか。いや猫だからいいのか？ちなみにオスみたいです。こんなに可愛いのにオスじゃないわけないですよね。このキャラは何かあればカツオで殴り、カツオは耐え続けるという設定らしいです。カツオは地上でも頑張って息ができるということらしいです。他にもハムチュンチュン、レドミ、オブンキオー Z、ラキちゃん D 君、メロドン、まだまだ紹介しきれないくらい公式キャラクターがいます。私も同僚者だからわかります。絶対悪ノリしてる奴がいるのと、その悪ノリを許可してるイケてる上官がいることを、最後のメロドンとか、こんなんどうすか？おいいねみたいな5分くらいのやりとりで生まれたキャラなんじゃないかとすら思えます。そんなメロドンですが、航空自衛隊の公式ホームページからペーパークラフトをダウンロードできます。作り方も大変丁寧に説明されています。ぜひ作ってみてください。メロドンに気を取られている間に A 門付近には新たなメカノイドが現れました。その数9体、至急非常固集をします。はい、配置完了しました。配置完了したらなるべく早く攻撃してきてほしいわけです。塹壕にいるだけでどんどん心情が下がってきますしね。夜が明けて敵が攻めてきました。ウッドスパイクさんがどんどん敵を仕留めています。小型のメカノイドは次々撃破されていきます。大型のメカノイドは射程が長いようで一方的にこちらに攻撃しています。あれ、これ時間が経つほど不利になりますね。これは我が駐屯地伝統の突撃。突撃のテンション上がるタイミングは自分の陣地の塹壕を越えるところですね。走ってる時は距離あるとテンション下がって、敵の直前まで行くとまたテンション上がります。まあこれは訓練の話で実戦だったらテンションクソ下がるか意味わからんくらい上がってそうです。もはやテンションなんて言葉で表現できないよくわからない感情になっていることでしょうね。我々の勝利だったのですが、こちらの負傷は陸曹のみ。敵は瞬時にこちらの命令系統を把握して、指揮している人間のみを狙ってきたようです。戦場では敵に上下関係を知られないために敬礼するなとか言われますが、私は嫌いな上司でも敬意を表するために、いらっしゃったらすぐに直立不動で敬礼しますよ。その敬礼の見事さは、まるで陸将でも来たかのような美しい敬礼です。メカノイド戦で壊れた部分を直している時に、敵も A 門からの突破は無理と判断したのでしょう。地面から虫を差し向けてきました。虫と戦うのは初めてなのですが、まあ陸曹何人か呼んでおけばいいでしょう。先生方、お願いします。あ、ちょっと、先生方が揃う前に虫が出てきました。先生方急いでください。陸曹とはいえ全力ダッシュ以外は歩きですよ。たまたま通りかかった川崎が、その場にいたからという理由で徴兵されてそして最初の犠牲者になりました。この虫硬くて速い。あっという間に接近されて近接攻撃されてしまいます。虫とか弱いでしょと舐めていました。最近は銃の訓練もせずにウッドスパイク作りばかりしていたので、このような実戦に即応できませんでした。お前らウッドスパイク作りばっかしてんじゃねえよ。今すぐ訓練を開始する。ウッドスパイクを全力で作れと言われて、その後に作ってんじゃねえよと言われ、陸士たちの不満は爆発寸前でした。そしてついに、陸士たちが反旗を翻しました。あ、しまった。最近襲撃も多くて全員に銃持たせたままだった。先生方、またよろしくお願いします。ついに駐屯地の全陸曹対全陸士という戦いになりました。陸曹は9人に対して、陸士は13人。まず陸曹チームは脱作者を出さないために A 門を封鎖しました。一方陸士チームは駐屯地内で破壊活動や戦闘を継続しています。A 門封鎖に関わっていない陸曹が止めますが陸士の数が多すぎる。ここでケビンが医務室に放火します。さすがケビン、ここを破壊すれば死者が増えることを理解しています。ついに初の死者が出てしまいました。サートレさんの撃った弾がランドアに直撃、即死の判定となりました。陸曹チームは A 門封鎖を中止し、ある程度まとまって行動する作戦になりました。大勢がバラバラで戦っている陸士に対抗するにはこの作戦がベストと考えます。きちんとした無線で連携している陸曹に対して、陸士たちはドンキで買ったトランシーバーで連絡を取ってます。情報が筒抜けなのは言うまでもありません。食堂、中央広場エリアを制圧しました。その後も各地で勝手に暴れてる陸士をかっこ撃破していって、ついに駐屯地全域を陸曹が制圧しました。それで今なんでこの画面で止まっているかっていうと、制圧できたことを安心した私が、一時停止して一休みしているところです。でもゲーム止まってないですよね。そうです、一時停止せずにリセットしています。右の死亡通知が止まりません。プレイ中の私早く帰ってこい。そして帰ってきた時の様子がこちらです。死亡15、重傷3、生存4とかいう壊滅的状況です。どっかの駐屯地で同じような光景を見たことがあるな。ああそうそう左上みたいなやつ。残念ながら我が駐屯地は敗北です。陸曹として陸士を管理し続けることができませんでした。自衛官が未知の惑星で駐屯地を作るのは宇宙船完成の目前で飛んだという、非常に中途半端な結果となりました。今後はこの反省を生かして、リアルでも陸士に優しくしようと思います。ですかここ？いや、落とされたんですけど、一瞬過ぎて見えなかったけどサメかカジキかなんかいた。とりあえずは目の前の島まで泳がないと私の命はなさそうだ。陸自でも泳ぐ練習って結構するんですよ。海自ほどではないでしょうけど。そうだ、私は駐屯地崩壊の責任を取らされて島流しにあったんだ。木を集めて、海に土台作って、チェスト作って、こんな感じで拠点作っていくゲームです。多分敵とかいると思うのですが、なんせまだ全然やってないのでわからないです。目視できる範囲でも島やら人工物がたくさんあるので泳いでいってみたいと思います。次回はこんな感じで三軒ランドやっていきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。